皆さんこんにちは。今回は、道中のモブ狩りについてちょっと喋っていこうかと思うんですけど、なんか、その道中のモブ狩りってかなり軽視されがちで、まあ俺もなんかずーっとこの話題に触れてこなかったんですけど、モブ狩り、まあ触れてきたことあったか、31層とか。触れてきたことあったんだけど、そのモブ狩りやると、すんごいそのタイムが変わったり、周回効率変わったりとか、そのやってて楽しくなったりとか、もう俺は楽しいって感じるようになったんですよ。いろんなこと考えるようになって、細かいこととかね。っていう、そうですね。いろんなこと考えて楽しいっていう風になってきたんで、まあちょっと、なんか、そうですね。ずっと情報、あんまりね、めんどくさくて出してなかったんで、ちょ、ここらで、まあ出していこうかなと思うんですけど、まあ、すっごい基本的なところ、基本っていうと、もっと、まあ、言うことあるんじゃないかって、まあ、思うんですけど、まあ、その、なんだろうな、俺の動画を見てくれてる人って、やっぱその、始めたての人とか、まあ、そんな強くない人とかが、まあ、多いと思うんで、まあ、そういう人でも、まずはちょっと、まあ、使えそうな知識、をちょっと動画にしていこうかなって思うんで。で、そうですね。始めたての人は、40層とか、まあ、なんか、不安だからノクス作りたいっていう人は、まあ、ノクスとか、まあ、作ると思うんですけど、で、ここを見てほしいですけど、これ待ってると、ちょっと近寄るとね、これ来てくれるんですよ。これアクティブ状態って言うんですけど、普通に階層フィールドのモブって攻撃しないとこっち寄ってきてくれないじゃないですか。そういうのをノンアクティブ状態って言うんですけど、これアクティブ状態でその近づくと寄ってきてくれるんですね。これをワンパンできる人はワンパンで狩ると。まあ、それが、まあ、一番いいんですけど、で、40層あたりだとこれ大体、まあ、真ん中でずっと待ってると大体はついてきてくれます。まあ、ちょっと遠くに行っちゃったような敵は、まあ、ちょっと近づかないとこうやって来てくれないんですけど、まあ、そういう時は、そのあぶれたモブを、まあ、他のパーティーメンバーにちょっと倒してもらうっていう感じですね。ここに、まあ、一匹大体そのでかいモブがいると思うんですけど、40層は。さっきのここと、あとここと、ここと、ここですね。まあ、そのでかいモブ4匹分は、もっと解放アイテムが出るかもしんないみたいなでかいモブで、まあ、ゲーム内用語だとレアモンスターって言われるやつですね。で、そういうやつはなぜか寄ってこないんで、まあ、他のパーティーメンバーに、まあ、倒してもらうっていう感じなんですけど、これ注意なんですけど、例えばこれ集まって、モブが集まってもらうために、この真ん中とか、まあ、ちょっとこっちに寄ってるなと思ったら、ちょっとこっちに動いたりとかして集めると思うんですけど、この集まってきて欲しいタイミングで、まあ、こことか、こういう中途半端な場所に、なんかもう一人パーティーメンバーがいると、どんどんなんか、モブがあっち行ったり、こっち行ったり、ばらけていってしまうんですね。で、そうすると、スキルを打つのが自分だけで済むはずなのに、他のパーティーメンバーも SP を無駄に使ってしまったり、まあ、クールタイム待ちとかになってしまったり、で、SP が減ると、SP 減った分やっぱそのダッシュできなくなる、SP 回復もしないといけないみたいなこともあったりして、まあ、そこまで、まあ、ガチでやんなくていいよっていう人はいいと思うんですけど、そういう風にやると早いって言いたい感じです。別にその40層ぐらいだったら、なんかほんと始めたての人来て、その分かんない人とかもいるんで、この40層に来るような人にいちいちそんなね、っていうかモブ狩り自体起こる人とかそもそもいないと思うんですけど、そんないちいち言わない方がいいと思うし、まあ普通言わないと思うんですけど、まあそういうね、なんか連携して早く倒すと、まあ楽しいっていう人は、なんか、まあそういう風にしてもいいのじゃないでしょうか。で、こういう感じでね、攻撃範囲分かってれば、このマップだけ見て、そのでかい範囲の攻撃をすることができたり。で、あとは最後はね、40数あたりだと、この、でかいコウモリ、バットっていうやつと、このスライムですね。これを倒して、で、ボス部屋に行って、脱出口から脱出っていう感じになると思うんですけど、
まあなんかその人によっては本当あの変中途半端な位置に来てモブ散らすなとか、まあ、思ってる人もいるかもしれないんですけど、さすがに40層だとそんなあのマジで怒らないであげてって思う、本当にマジで怒らないであげてって。でなんだろうな、もう一個だけ言っとこうかな。まああんまりそうだね、あのちょこちょこそのこれにモブ狩りについてはあの本当に話すことがいっぱいありすぎてやばいんですけど、まあちょっと動画一個一個が長くなってしまうんで、まあ小出しにしていこうかなって、まあ思うし、まあ伝え忘れたなみたいなこともね、後になっていっぱい出てくるんで、まあこれさっきと同じようにちょっと、まあ、飼っていきますか。まあ一匹ね、ちょっと近づいてこないくらいだったら、まあ他の人に、まあ先に進んでもらって、こう、あの、飼ってもらうと。まあ、ワンパンが理想なんですけど、まあ、ツーパン、サンパンでもいいから、まあ、集めて全体攻撃で、まあ、一気に狩るといいと思います。で、この、あの、狩る前、その、この、なんだろうな、こういうゲートの前で待ってる人とかいるじゃないですか。これね、ちょっとね、怖いことを言うとね、あの、強い人からすると、あの、遅いよっていう意味なんですよ。これ、あんまり言わない方がいいかな。あのね、もう、ここで待ってるってことは、その他の強いパテで、そのワンパンとかその速攻で勝ってくれる人と、まあ一緒にやってる人の動きなんですよ。まあ当然このスピードでやってこれるよねってことで、で他の人がここで勝ってる間に、もうここにいる人が先にこっちに、下の方に進んで、マップ下の方に進んでった方が絶対効率いいんですよ。あの、どんどん先に行ってもらって、先に勝ってもらって、で、後から追いかけた人が、あの、SP 回復とか、クールタイムが回復しきって、まあ、またワンパン、ツーパンで倒すっていうのが理想ではある。理想ではあるんですけど、あの、本当何回も言うようだけど、ちょっと始めたての人はマジで、あの、ワンパンとかできなかったり、火力がなかったり、かわいそうなんで、まあ、もし連携したい人がいたら、まあ、この、あの、中央とかにいて、集めてるんだなって思ったら、あの、下手にちょっと近づかないで、ちょっとここら辺で待って、あ、集まったなと思ったらちょっと近づいて、あの、ちょっと全体攻撃の火力足りないなと思ったら、まあ、一緒にね、勝ってあげたり、まあ、基本的にあの、本当に強い人いたら、あの、絶対に勝ってるところに寄っていかないでください。例えばですけど、あの、こう、モブ、こうって集まってくるじゃないですか。で、ここら辺だと弱いからワンパンできるんですけど、ワンパンできない階層だったら、こうやってあのスイッチ、あ、これでも死んじゃうのか。まあ、スイッチを、あの、こうやってまとめて撃って溜めてる人とかいるんですよ。で、溜め終わった後すぐスイッチで、まあ、当てたい人とかもいて。で、特に片手直拳を握ってる場合はですけど、片手直拳って、あの、スイッチチャージっていう熟練度スキルがあるんですよね。で、これ、あの、スイッチで撃って直撃すると、あの、1体につき SP が30回復するんですよ。だから、モブをまとめて、あの、片手直拳でスイッチ撃って全体攻撃で全部まとめて狩るだけで、あの、スイッチが一気に、あ、スイッチじゃない、SP が一気に回復するんで、だからそういう意図でまとめてる人とかもいるんで、まあ、それでもね、あの、そう、初めての人、もうマジで何回も言うけど、かわいそうなんでは、あの、知らない人とかもいるんで、あの、知らなかったのに急に怒られて、もう、えってなるじゃないですか。かわいそうなんで、マジで。あの、怒らないであげてください。あの、本当に、まあ、言うとしても、こういうやり方があるんだよって、こう、優しくね、あの、教えてあげてください。いちいちね、こう、怒ったりすると、本当に、あの、かわいそうなんで。まあ40層ぐらいならね、別にそんなことしなくても、回れるじゃんっていう。まあ、言うなれば、そう、これはほんとガチな人向けのその考え方なんですよ。まあ基本、そう、こういうさ、モブ狩りの基本って言っても、まあなんかそのガチな人とかその上級者、そういう細かいとこまで気を使って、モブ狩りのタイムを、この道中のタイムを減らしてって、いや、本当に、まあ、ノラーパーティーだと大体モブ狩りで、まあ道中の長さにもよるんですけど、1分40秒とかだったらまあいい方みたいなことが多くて、まあ本当に早いガチの本当全部ワンパンで倒せて超広範囲っていうか広範囲全体攻撃みたいなので、みんなバンバンワンパンで勝ってて、あ、この人、まあ例えばそのこの40層の奥地で言うと、
まあ、一つの、まあ、40層奥地はさ、ガチは絶対行かないんだけど、例えばですけど、まあ、こういうここの仮場あるとするじゃないですか。ここに散ら、こことここに散らばってるじゃないですか。で、ここで勝ってる人がいたら絶対ここ狩らないで、他の人ここで勝った方がいいじゃないですか。もうそれを瞬時に判断して、どこ行ったら一番効率よく狩れるかっていうのが分かってる人たちなんで、あのどうやったらもうどういう風にモブが集まるかみたいな、どこに行ったらこう集まるかみたいなのを細かく分かってる人たちなんで、これ全部ワンパッシュって言って、あのゲート開放、ワンパンゲート開放って言って、どんどん先行っちゃうんですよ。でロードもめちゃくちゃ早いし、あのだいたいめちゃくちゃ高性能な端末使ってたり、通信環境もめっちゃいい人たちなんで、本当トップレベルの人たちはもうロードだけで、あのあロードやっとロード終わったな、ここ始まったなと思ったらもうここら辺までいるみたいな本当にロード遅い人、あれもうみんなここら辺までいるよ、ああ間に合わないっつって、ここら辺ずっと追いかけてみたいなことがねあるそうなんで、まあね、そういう世界だっていう話ですね。本当ね、1分台とか、あの本当にその一番あの上の階層っていうか最新層でも本当1分台とか出してる人たちは、本当モブ狩りをやっぱ1分以内に終わらす、1分以内行くのかな、わかんないけど、本当に高速で終わらして1分ちょいみたいな、もう相当早いんですよ、その1分半っていうのが。だいたい、その今出てる最新層ではこの23層ってあると思うんですけど、まあ、23層迷宮区でも、だいたい野良パでも、タイムが2分台とか、早いパテですよ。早いパテで2分台なんですけど、本当にトップ層だと1分20、行くのかな ?1 分40、1分台とかなんですかね。相当早いんで、遅いとやっぱ1分40秒かかるんですよね、モブ狩りで。だけで。まあ、でもなんかそう、ちょっとね、これこの人がここ行くから自分はここで狩ろうみたいな話もね、しようかと思ったけど、ちょっとそこまで言うとまた動画が長くなってしまいそうなんで、ちょっと今日はね、この辺りで終わりにしようかと思います。今日言った考え方は、その、まあ、40層とか、まあ、50層以下かな、大体。で、できる、まあ、考え方なんですけど、もっと上の階層行くと、そのモブのアルゴリズムが変わってきて、なんか動きがちょっと違うんですけど、ちょっとでも、なんて言うんだろう、基本的な考え方は変わんないですよ。ある程度は集まってくれるみたいなところもあるんで、集まってきてくれるモブと、集まってきてくれないモブみたいなのが、あるんですけど、ね、でもやっぱ集まってきてくれるモブもいるんで、ある程度は、まあその、集まってくれるようにちょこちょこ動いたりとか止まったりとか、その場合によってその動き方変えて、いろんな集め方があるんで、で、ちょっと集めきらないやつを他の人に倒してもらうとか、で、そういうのを指示しなくても、なんかみんな、本当に分かってる人は無言で、あ、この人こっち行ったからこっち行けばいいんだ、みたいなのがだんだん分かってくるんで、ただやっぱその、そうですね、そう、だいたい50層以下で言うと、この35層ダンジョンとか、行くとしたらその50層の、まあ、ラストナンバー周回、指輪素材欲しい人は、まあ、迷宮区が一番やっぱ出るんで行ったりとかありますけど、まあ、最近はね、瓶の泥率も上がったみたいなんで、ラストナンバー周回とか、まあ、今瓶はね、スカルリーパーが一番熱いらしいんですけど、あと100層とか、100層本当にすっごい強い人が集まると速攻で倒せるようになってきて。でね、35層もね、35層コールダンジョン、やっぱ動画さっきそろそろ終わらせようかって思ってたけど、ちょっと35層もやっぱ、本当にね、ほら、めっちゃ集まってきてくれるんですよ。マップ見てればわかると思うんですけど、まあ、ここら辺で、ま、ひるみ耐性のね、スキルとか打っとくと、あ、これもうちょっと待ってから打った方が良かったかもしれないです。これはね、あんまりね、焦って早く打ってもね、そのスキルを無駄打ちしてしまうんで、で、これ、やっぱ今見て、SP ゲージ見てほしいと思うんですけど、2回無駄に打ったせいで、ちょっとステップが、ちょっとでもこれくらいなら足りるか。まあ、これくらいなら足りるんですけど、まあ、あんまり打たないに越したことはないんで、あんまり、
そうですね、なるべく少ない打つキル打つ回数で進むっていうのを意識した方がいいのかなと思います。でなるべくね、集まってきてくれるものは集まってくれるように。35層ダンジョンもそうですけど、50層以下って言ったんですけど、まあ、55層以下でも、まあ、55層以下で、55層、まあ、ギリっていうか、55層集まってきてくれますね、55層ダンジョンは。なんですけど、あとは、まあ、61層、あ、でも74層からちょっと集まりが、あ、ちょっと俺、火力弱いな。74層あたりはちょっとね、集まりがちょっと微妙な感じするんで、あれは本当に、いろんな人、パーティーメンバー、何人か散らばってもらって、まあ、ここで倒して、ここでっていうか、それぞれ何匹か、それぞれのパーティーメンバー何匹か、集めてもらって倒すっていう感じになってくるんですよね。まあ、そうですね、55層以下くらいですかね、大体集まってくれるのは。あとは、まあ、お香期間とかダンジョンインゴットドロ率アップ期間とかは、48層に来る人が多いですね。48層は、俺前なんか検証動画みたいなの出した気がするんですけど、有料な金属片が、なんか一番出やすいダンジョンなんですよね、なぜか。なぜか、ドロップの個数が多いんですよ、一番。なぜかね、48が。で、しかも、なんか道中が短いというか、なんかね、これもね、まあ後でちょっと他の動画で説明するんですけど、まあうまく連携するとすごい早いんですよね。このね、ダンジョンのね、ウェーブ方式っていうやつなんですけどね。まあこれは後で説明します。あ、まあ、これもね、ほんと見ての通り、ある程度こうやって集まってきてくれるんで、真ん中でね、なるべく集まってきたモブの真ん中で待つ。まあ、本当はこのね、ウェーブ2ってなる前にやっておくことがあるんですよ。早くなる方法が。まあ、それは後ほど説明します。後ほどっていうか、まあ、後で動画にします。ダンジョンはね、まあ、ギルラン用とかなんですけど、だいたいその、栗ダメインゴットとかなんで、まあ、あとはコルインゴもありますけどね、だいたいは、まあ、そういう感じなんで、あんまりね、まずは瓶集めのがしたいみたいな人も多いから、やる人があんまいなかったりはするんですけど、ギルラン、やっぱこのゲームって目標にするのギルランじゃないですか。だからダンジョン行ったりとか、まあ、こういうね、クリダミンゴット本当はやった方がいいんですよ。まあ、ダメージ計算式とか知ってる人ならね、なんでなのかっていうのは考えればわかると思うんですけど。まあ、このダンジョンがね、ほぼモブ狩りの時間なんですよ、強い人来ると。もうほとんどタイムがモブ狩り。もう、こういうところのボスとか、もう、一発二発、ワンパンとかで、沈んだりするんで、もうほぼモブ狩りの時間って感じがするんで、超モブ狩りが大事なんで。まあ、とにかく、55歳以下だと、真ん中で、いっぱいモブがいるところの真ん中で待ってたり、まあ、あんまり寄ってこないモブがいたら、ちょっと近づくみたいなことすると、いっぱい集まってきてくれますよっていうのを言いたかった感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。